今回のサバイバルはですね、3泊4日やっていこうと思うんですけども、追加ルールが一つあります。磯マグロを取れたら、帰れます。ということで、3泊4日、磯マグロを取るまで帰れませんサバイバルです。まあ、前回みたいなゴリゴリのサバイバルっていうよりは、ゴリゴリに海に潜るサバイバルって感じですね。そろそろポイントに着きます。来ました。いいね、いい海。今までね、実は磯マグロ取ったことなくて、本当に取りたい。素潜りで、マグロを取るってめちゃめちゃ夢があるくない？本当にね、今回楽しみです。絶対に取りましょう。開始時間まで丸太にいましょうかね。これでけえな。樹齢何百年とかありそう。よいしょ。あと1分です。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1スタート。まあ、前回と違って今回生きることを目的っていうよりは、どれだけ文化的な豊かな生活を送れるかっていう、そういうチャレンジでいこうかなと思います。そして前回とは違い、今回は水があります。10リットルあるんで、まあ頑張っていこうかなと思います。じゃあまずね、散策していきましょう。やっぱり拠点が大事なんでね、拠点を決めましょうね。拠点選びは非常に重要。これがサバイバルの鍵を握ると言っても過言ではありません。なかなか寝るのにはしんどそうな場所ばっかりだな。ソテツばっかりです。足場が悪い。これ一個一個の足場が全部尖ってて痛いんだよね。あ、痛て手がつけない。ちょっとこっち側は断崖絶壁で何もなさそうですね。戻ろう。正直こういう砂浜でも雨さえ降らなかったら全然濡れるんですけど、雨が降った時やばいよねっていう。でしかも結構海水面高くまで来るみたいですよ。ここまで漂流物が来てるんで、結構拠点として利用できる範囲は狭そうですね。なんかいい漂流。ハリセンボン、ハリセンボンの剥製が落ちてました。臭く、くーっさ、鎖ハリセンボンですね。腐っても皮は残るんですね。乾いたからなんでしょうね。後から来るタイプの匂い。でも結構漂流物あるから、燃やす火にはあんまり困らなそうですね。ちょっと待って、食材あった。これですね。今回野菜食べれますね。これ浜ほうれん草ですね。食える。これはありがたいですね。今回健康にいけるかも。でも生で食べるとすごい塩味がついてますね。で、多分あとシュウ酸が入ってんのかな。酸味もある。多分茹でて食べた方がいいと思う。じゃあ今度あっち行ってみよう。寝る場所あるといいな。ちょっと待って、なんかでかい魚いるんだけど、ちょっと準備しよう。今銃持ってきたんですけど、ワンチャン取れるかも。あれ、これ陸上でやると危ないんですけどね。よし、行きましょう。いや、あれマジで取れるかも。浅瀬には大物が紛れ込んでくることも。マサルは何を見つけたのでしょう。消えたな。いや、いるわ。おお、来た。何やら青い魚が取れたみたいです。来た、すげえ。うわあ、来たぞ。うわあ、すげえ。今サバイバル生活1匹目、カンムリベラでございます。つけるんだね、陸上から。うわあ、うわ、よし、締めてこう。どこだろうな、脳が。あ、閉まった。おそらく閉まりました。はい、カンムリベラです。いや、陸上がつけるもんなんだね。早くも食材をゲットしました。早くも食材の確保は完了。砂だらけになった魚は洗い流していきます。よし、幸先のいいスタートです。でっかくなるとおでこがね、ポコーンってね、なってくる可愛いタイプのベラですよ。さて、食材調達できたところで、もうあれあったら1日過ごせますからね。もう少し探索していきましょう。寝る場所が必要なんだ。こっち行けそうじゃない？こっち行けるよ。わ、いいね。ここはすごいな。天然の屋根みたいになってますもん、植物が。ただここで寝るのはやばいね。寝れなくはないけど、砂浜よりはマシかもね。ちょっと行ってみましょう。奥続いてるんでね。いや、もう違う国に来たんじゃないかっていうぐらい涼しくなったんだけど。で、なんか毒の植物ばっかりですね。これ見てください、これ。これね、クワズイモっていう芋で、これ抜いたら芋が出てくるんですけど、食べたらお腹壊します。なんで食べちゃダメです。まあ、今回はね、水中で魚つきまくるんで食べ物には困ってないからね。ここはやばいね。でもあっちからもう行けなかったじゃん。うわー、毛虫がいっぱいいそう。
おい、パレットが落ちてるぞ。あれ、パレットっていうのは大きい荷物を輸送するときにあれの上に置いて物を輸送するんですよ。それが落ちてますね。しかも木製っていう、使い勝手がいいんじゃないか。で、あそこ見てください。あそこ、あそこ絶対に住めるんですよ。もう洞窟だったら屋根作ったりとか、もうそういうことする必要ないんで絶対にいいはずなんだけどな。ただ海水が超ギリギリのラインにいるんだよ。多分満潮になったら渡れない場所だね。干潮の時のみ行けるような感じになりそうですけど、あそこを今回の拠点にしたいな。頑張って行ってみようかな。行けるか。これは険しいですね。おー、濡れそう濡れそう。いやー、まだ濡れたくない、まだ濡れたくない。待って、まだ濡れたくないって。ちょっと待てよ、開始1時間で濡れるのはしんどいて。一回濡れたら、うわー、一回濡れたらもう乾かないですからね。ずっと濡れたまんま嫌です。まだ濡れたくない。どんどん波強くなってきてるんだよな。これ満ちてない？まだ行ってないんで何とも言えないですけど、拠点はあの洞窟にしました。決めました。干潮の時に行きましょう。干潮の時に行って、干潮の時にあそこを出てくる、そういう寸法です。頑張りましょう。あれをね、取りたいんだよ。今あのパレットを持って帰るかすげえ悩んでる。飛び込むか、飛び込むか。チョッパーだけど、あれがあるだけで相当人生変わってくると思う。おお、朝、ね、結局初日からずぶ濡れ。この後とある目的で使うためにどうしても大きい板が欲しかったのです。最速で濡れた、早かった、超気持ちいい。よいしょ。で、拠点はさっきあんなこと言ってたけど、ここでいい気がする。ここに作りましょう。まあ屋根もしっかりとあるし、風よけもできて、あとはね、床さえ作ってしまえば大丈夫でしょう。さて今回はですね、火起こし楽します。こちら使っていきます。虫メガネということでですね、今回虫メガネでね、つけてみようと思います。で、例に漏れずですね、虫メガネで火をつけるのは初めてなんで、うまくいくか分かんないんですけども、ちょっとどんぐらい虫メガネが光を集められるのかというところ、こちらをね、見ていきましょう。ここにね、ヤシの実があります。やらせで用意したかのようなヤシの実があります。え、ちょっと待って、こういうの大体腐ってるから。飲みません、腐ってます。お腹壊すの嫌いなんでね。これちょっとヤシの実に当ててみますね。これで火がつくってことはないですよ。いきます。おお、煙が出てきた。ほら、焦げた。そう、こんな感じで虫眼鏡を使うと、ここのレンズに集まってきた光を一点に集めて火力を生み出すことができるんですよ。で、今回これをね、利用していきます。火のつきやすいものをね、準備していきましょう。まあ、この辺のですね、枯れ葉というか枯れ枝みたいなものを集めます。よう乾いてますわ。これ燃えそうですね。で、今度は細い枝を拾っていきます。じゃあですね、これすりつぶしていきましょう。こうすることで表面積が大きくなるんですよ。表面積が大きくなると燃えやすくなる、空気が入りやすくなるんでね。本当はもっと砕いた方がいい。ただなんかもう燃える気がするからやってみます。いきます。さて、火はつくのか。これむずいかもな、もしかしたら。この海藻とかいいかもな。無理かな、この海藻だけでいけんちゃうか。これはやばいぞ。しっかり大変かも。適当につくと思ったけど、今回もしっかりちゃんとやんないとつかないかも。煙が出るところまでは行きますが、火は一向につく気配がありません。これはね、分かった、結構大変なやつだ。ちょっとね、今回は火起こしに時間を使って暇ないんで、朝日も使います。今回もですね。意外とつかないもんなんですね。こうね、砕いていきます。
一発でつけましょう。朝霜を使うからにはね。朝霜は極めて火がつきやすく、良質な着火剤として利用できます。これ下が石灰岩なんで岩がね砕けちゃうんですよ。岩が砕けて朝霜とか枯葉とかに絡みつくんで燃えにくくなってるんですよね。この辺の木使いましょう。これでいいや。まあこんぐらいほどけばいいでしょう。この真ん中に入れて、よし、やっていきましょう。中心部に細かくなった麻紐を入れての再挑戦。今度こそつくよう祈るばかりです。煙が出てきました。うわダメだったか。意外とつかないもんだね。びっくりした。しっかり本気でやんなきゃダメそう。簡単につくもんだと思ってたわ。これをねほどいていくと。麻紐をちゃんとほどくとかなり面倒なのですが、一向に火がつく気配がないのでしぶしぶほどくことにしました。いやーいけるかな。よし、これでいけるはず。これでつかなかったらちょっと今日一日火起こしで終わるかもしれない。頼むぜ。お、ついた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 ぞ。やばい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 、ついたぞ、ついた、ついた、よかったよかった、ついた。あーやばいやばいやばい、いやーついた。よし、じゃあこれでかいのに火つけとけば一旦2時間ぐらい持つんで、2時間ぐらい潜ってこようかな。やった、よっしゃー、焦った、つかないかと思った。前回と同じ過ちを繰り返すところだった。なんとかなりそうですね。ということで晩飯マグロ取り行こう。マグロ、うわー、でかいのとろう。10キロ超え。よっしゃ行ってこよう。2時間一本勝負。うわ冷たい。さて磯マグロは取れるのでしょうか。なんとしても磯マグロを取ってベッドで寝たい。サバイバル1日目の海は少し荒れ気味。ゴムを引いて食材確保に向かいます。磯マグロがいる沖のポイントに向かう前に何か食材をゲットしたいところです。何か見つけたようですね。潜航開始。とりあえず最初は浅瀬で体を慣らしていきます。水深は5メーターほどでしょうか。サンゴの上で身を潜め魚を狙っていきます。マサルが狙っているのは南洋ブダイ。この時期はまだ警戒心が高く絶妙な距離を保たれます。外しました。さすがに遠すぎますね。さてさらに魚を探していきます。アオウミガメがいましたが法律上食べれません。また何やら魚を見つけ潜っていきました。こいつはスジアラ、沖縄の三大高級魚。これは取りたいところ。外してしまいました。これは悔しい。さてまた何やら見つけたみたいですね。ゆっくりと近づいていきます。何やらお食事中の魚がいます。こいつは何としても取りたい。息を潜めて近寄ります。当たってくれ。ヒット。打ちどころは悪いですがこの刺さり方ならまず外れることはないでしょう。そのままラインを手繰って引き上げます。やりました、ヒブダイです。ブダイの中でも高級で味が良いと言われている魚で、沖縄ではアーガイという名称で親しまれています。腸を傷つけてしまい内容物で周りがよく見えませんね。早速脳天締めをしていきます。ヒブダイ、これだけあれば食材に困ることはないでしょう。さて食料調達が済んだところで磯マグロがいる沖へ向かいます。
ランクトンが豊富で海水は白濁、小魚は群れをなします。磯マグロはこれを狙ってやってくるのです。サメも活性が高く100キロ超えのメジロザメが現れることもしばしば。さてポイントにつくといきなりチャンスが回ってきました。慌てて潜航開始。息は整ってませんが、もたもたしてたら逃げてしまいます。20キロほどありそうな相当大きな個体です。しかし磯マグロとの距離が遠い、遠すぎる。カメラでも映るか映らないかのギリギリのところでずっと距離を保たれています。来てくれ来てくれ来てくれ、頼む。身を潜めてひたすら磯マグロを待ちます。ここからは我慢比べ。来い来い来い、あとは神に祈るしかありません。来た来た来た、発射するも全く届く距離ではありません。息の限界でした。悔しい。諦めて浮上します。千載一遇のチャンスを逃してしまいました。敗因は焦って自分から磯マグロに近づきすぎてしまったことです。こういう悔しい時は海面までがいつもより遠く感じるんですよね。それから30分ほど磯マグロは現れず、海面では暇な時間が流れていました。と30分経つ頃、再びチャンスがやってきました。今度はさっきの失敗を生かして磯マグロとの距離を空けて潜っていきます。なんせ水面で30分待っていました。脳内シミュレーションはバッチリです。あとは体がついてくるか。海底までの距離が遠い、肺が締め付けられます。こいつもでかい。慌てずに海底まで潜って身を潜めます。魚が逃げないようにカメラマンは上で待機。来い来い、今度こそ。来た来た来た、磯マグロの群れです。少し距離を離されました。あと10秒息が続けばもう一度寄ってくるはずです。とここでたまらず浮上。息が続きませんでした。これも悔しい。後ろにいたな。それから1時間ほど待ったでしょうか、再びあいつはやってきました。一直線に海底を目指して潜っていきます。見た目ほどの深さはなく、水深は13メーターほどです。さて今度こそ取りたい。心拍数は急上昇、息は続かなくなります。来た来た、磯マグロの群れです。しかし群れはあさっての方向へ。来い、こっちに来てくれ。来た来た来た、10キロは優に超えてそうな磯マグロです。ヒット。1メーター60センチあるシャフトが海底に引きずり込まれます。外れた。まさかの磯マグロの身がちぎれてしまいました。磯マグロは身が柔らかく、当たりどころが悪いと回収できないのです。その後磯マグロが姿を現すことはありませんでした。ヒブダイ1匹。いや、結局4時間ちょっと潜ってたわ。よし拠点に戻ろう。よし戻ってきました。結局2時間ではなく4時間以上潜ってました。そして3回のチャンスがありながら磯マグロを取ることができませんでした。ということで机を作ります。